1956年に大韓民国で発行された記念日程。上部に4289年12月4日と段訓起源で表記されている段訓起源は、朝鮮神話の最初の王眉美君、王権の即位を起源とする記念法である、段期とも呼ばれる。三国維持や東国津岩の段訓即位の記述や、清掃実録地理士にある記述などを根拠に、 ダン君即位の年を西暦期限前2333年とし、これを断期元年としている。ただし、三国式には、ダン君という王がいたことは全く書かれておらず、ダン君神話は、朝鮮の古くからの独立を示すための創作説話だろうと推測されており、国家としてのダン君朝鮮の実在性も認められない。今日の即位から25年目とは、民の大祖、 主元象の即位年取りし朝鮮の理性刑の即位をなぞらえたものと考えられている。西暦2021年は2333年、足した短期4354年である。ちなみに月日に関しては、日本の言語や後期と同じように西暦と一致している。外国メディアの中には、暖空が紀元前2333年に即位したとされる。 ことを史実と認識している報道もあり、スペインメディアのエルムンドは建国時点である紀元前2333年から日清戦争の1895年までの4228年間にわたって中国の属国だった韓国は4228年間にわたって中国の植民地だった韓半島は長い歴史の中で数多くの侵略を受けてきた。 中国に1895年まで属していたが、1910年の韓日合併までの15年間にわたって独立を味わったりもしたと報道したことがある。リヒサシカオルは韓国の民族主義とダムクン起源の関係を以下のように述べている。天皇の親民だった朝鮮人を大韓民国の国民に転換するため、 国民所得が40ドルから60ドルである上に、識字率が3割である全近代的な、零細農民を近代的な国民にするため、ここに民族という旗印を高く掲げました。そこで、李承晩政権は、李朝時代に、騎士に弾き出されていた、ダン君を、今度は国の祖先として崇めた上で、ダン期という年号を使用し、回転説という国慶記念日を作り出したのです。 リヒサシカオル韓国では、独立後の1948年9月25日に、神話に基づいた断記使用に法的根拠を与え、公式な場で使用を開始した。しかし1961年12月2日に、牧世紀が年号廃止の法令を制定、1962年1月1日からは、公式な場での使用が禁止され、公文書では、 西暦が使用されるようになった。それ以降段訓期限は公式な場で使われることはないが一部の新聞社は日付欄の表記に西暦と併記する形式で表示を続けている。一方、朝鮮民主主義人民共和国で1948年9月9日の建国以来西暦を公用年号としており、1997年に独自の記念法である。 主体歴が制定され、西歴と併用されているが、ダンクン期限は用いられていない。ありがとうございます。